全国の議会で最も長く一般質問が行われていない自治体が福岡県にあります。田川郡大任町。今日開会した定例会で6年ぶりに行われる可能性がありましたが、予想外の展開を見せました。議員が行政のトップらに疑義を正したり、提言などを行う一般質問。ごく当たり前の光景ですが、大任町議会では2015年に行われたのが最後でした。今日から始まる12月定例会を前に、副議長の杉谷孝澄町議が永原譲二町長の支出面について正す質問書を提出したことで、6年ぶりの一般質問が実現するかに見えました。しかし、二村早紀夫議長は司法に関わりかねない内容が含まれるとして、一般質問を認めないまま、午前10時に始まった議会の冒頭、一身上の都合を理由に辞任を申し出ました。本来であれば副議長が議長役を務め、新たな議長を選ぶ流れですが、杉谷副議長は一般質問が認められなかったことを理由に、突然、今日の流会を宣言しました。一般質問をさせないという、議会は異常であり、町民の皆様に対して、申し訳ない、了解いたしました。結局議会は流会は無効として、杉谷副議長がいないまま新たな議長を選出し、これまで通り一般質問なく初日を終えています。